ろしくお願いします。今、東京ご紹介になっておりますが、東京工業大学地球生命研究所というところに採用しています。今日はですね、秋元さんからですね、自分の研究に絡めた話をしてもらって、まあ、要望とかあったらしてくださいというふうに言われて、30分お時間いただきましたので、話しさせていただきたいと思います。大した危険なスライドとかなくてですね、このスライド個人情報なので、これだけは誤解じゃないよねということで、それだけは僕の個人的なことが書いてあって、はい、77年に生まれて、朝日川バチューになってですね、ちゃんと研究、勉強してですね、大学入って、研究員ですね、結構まあ、皆さんよく新聞とかで見ますよね、なかなか研究、ポスドク問題とかね、まさにあれです、目標が決まったんだからね、はい、で、はい、もう15年目ぐらいですね。点々としながら研究しています。で、僕のですね、興味というのは、銀河がどうやってできるかが元々の僕の興味でした。で、子供の頃ですね、同じぐらいの年の方だと、ホーキングの本が流行ったのを覚えてるか、宇宙を語るっていうのがあったと思うんですけど、まあ、あの本非常に難しくてですね、何も分かんないですよ。何も分かんないんだけど、宇宙のことを考えるんだなっていうのすごく印象が強かったです。で、同時期ニュートンとかで読んでたりしてですね、あ、世の中に宇宙を考えるっていう仕事があるんだってですね、そういうことやってみたいなというふうに思ったのが中学生とか小学生の頃ですね。まあ、幸いにしてそういう仕事を今しています。で、東工大でですね、天文学もやってますが、より惑星寄りのことも一生懸命やっていてですね、移ってからは月の形成とかマントルの進化とかそういうことをやっています。で、今いる場所ですね、地球生命研究所という場所で、これは WPI というですね、世界トップレベル研究拠点プログラムとかっていう業々しいプロジェクトがあってですね、そこで予算がついて東工大で走っているやつです。今6年目になりました。皆さんもしかしたら KITMU という東大にあるところにいらっしゃいます。物理と数学の両方を目指した研究所ですね。ここは地球と生命、地球の形成と、まあ、生命の起源を研究します。で、そういうテーマですので人は広くてですね、まあ、僕は天文学のしかも非常に大きなスケールになりますが、そこからですね、生物学、科学、新地球の高圧実験という方、地質で石を取ってきて調べている人たち、まあ、あともうちょっと、もうちょっと、ですかね、複雑系のことを考えている人たち、まあ、いろんな人がいます。で、そういう人たちがなる、大体100人ぐらいの組織になっていて、かつそのうちの半分近くが外国籍の人になります。で、ですね、そういう研究所がですね、外国人もいっぱい呼んで研究回すんだっていうふうになっているので、気合い入っててですね、こちらの、まあ、談話するスペースなんですけども、これ、一個一個ある。大陸の形をしているテーブルで、これオーストラリアですね。これ北米大陸、アジア。で、ここに南極の、こうやって、一応全部の大陸が、これ南米ですね。大陸のプレート、大陸の形をしたテーブルがあります。もし興味ある方は、覚えておかせてください。であとはこういう和室みたいなのがあってですね、こういうところで議論とかしたりしています。はい、建物の外、そうですね。はい、こういう形になっています。はい。これも同じですね、外観ですね。先ほどで、ですね、僕自身はコンピューターを使って研究しているので、DNA さんとはですね、まあ、なかなか長い縁がありました。僕自身は、2008年にですね、国立天文台、三鷹にありますか、メインキャンパスの、センター・フォー・コンピューテーション・アストロフィジクスというですね、プロジェクトがあるんですが、そこで、スタッフを運用して、国内の研究者に提供しています。リソースをそこにですね、これ XT4 というのが入って、その時にそのストレージとして入ったのが、DNA さんのシステムだったと記憶しています。で、そこから先ですね、3台が、クレイさんと DNA さんのシステムというふうになっていて、容量ですね、ちょっとさっき調べたんですね、最初は 60TB で、820TB で、今 6.4TB で運用しているということで、計算の性能も最初に入ったのが30テラフロップスぐらいでしたっけか、忘れましたね、はい、今はテラフロップス超えてるので、もし僕の記憶が正しければ、まあ、50倍以上大きくなっていて、まあ、ストレージもそれに合わせてすごく大きくなっている状態です。でも全然足りません。はい、で、僕自身の直接の関係はですね、2013年に地球生命研究所にですね、これ補正予算からあった年なんですが、補正予算があったんで、そこでですね、クレイ計算機と、あとそこにちょっと他のクラスターとですね、導入するということがありまして、その時からのご縁ですね。で、今ですね、次写真をお見せしますが、1.2 ペタバイトトータルで我々の研究所で持っていて、
昨日の夜見たら、855、2つシステムあるんです。855のうちの91%、まあ、大体僕は使っちゃってるんですけども、こんなの使っていて、もう一個の方はですね、こっちまだそんなに使われてないんですけども、340あって、そのうちのまだ1テラぐらいしか使ってないんですね。使わないともったいないですね。はい。1.2テラバイトを運用してます。そんな大きな研究所じゃないんですけども、これだけ のストレージを持っているというのは、まあ、それなりにすごいんじゃないのかなというふうに思っています。で、お写真を見せているところが載っていてですね、あの建物の地下に入っているんですけども、一番端にあるのがクレアネクシ30ですね。で、1000個ぐらいのシステムで、で、ここにラスターがドーンとあってですね、これです。で、ここに確か追加で300ぐらいアップで足して、今トータル855になっています。で、こっちに VT のクラスターがあって、こっち側に HPC の、GP のクラスターがありますね。だからインストールされたのが2013年の終わりぐらいだったんで、ちょっとシステムとしては古くなっているんですけど、まあ、ストレージは全然問題なくて、非常に快適に使わせてもらっています。はい。で、ここまでが研究所の話で、で、ちょっと僕の研究に関連してですね、天文学の話をございます。これですね、僕の友達の宇都宮君なんですね。彼、スバルで働いてたんですが、今、スタンフォード大学に移りました。これ、何か分かりますかね。これですね、天の川です。で、これですね、実はですね、ハワイのスバル望遠鏡、マウナケ山頂で彼が撮ってるんですね。で、こう暗いとですね、この間北海道で大停電あったと見えたらしいんですけども、僕北海道に行って一回も見えたことないんですけども、天の川があります。これはですね、我々はですね、円盤上に分布している星の中にいて、それをですね、空を見るとこんな風になっていると。想像図として我々が知っているのは、こんな形してますよということです。でですね、我々の太陽系っていうのは、まあ、これ銀河の中心の方です。大体この辺、キロパーセクって言ったんですけど、8キロパーセクという距離ですね、まあ、割と外側の方ですね。で、この天の川銀河ちょっと特徴があって、こう棒状の構造なんですね。かつてこう過剰腕って言うんですけど、腕を持っています。で、腕のところには星がいっぱいできてますよっていうふうになっています。で、我々は円盤銀河の中にいるんで、これ上から見た図なんてできてこないんですけども、これは我々が知っている他の銀河の写真、映像と、かつ我々がこう中から見ていろんな情報を集めてリコンストラクトするとこういう形になっているだろうというふうに考えられているものです。で、ですね、空を見ると天の川銀河みたいなこういう円盤銀河がいっぱいあるんですね。いろんな銀河があります。これハップルチューニングフォークというです、ね、有名な分類なんですが、一番向こう側が楕円銀河といわれるやつ、丸いやつですね。で、そこからジュンジュンジュンと来てですね、こうちょっと円盤が生えてきてですね、それで上の方はですね、綺麗な円盤がある。で、下の方はですね、真ん中に棒状の構造がある。大図の基金。こういうふうにですね、分類します。分類なので別に何かが分かるわけじゃない。まだ分かる。ちょっと形違うよねっつって並べ替えて、で、これがどうやってできたのかっていうのを考えましょうということです。これハッブルの時代ですから、もう100年近く前の話なんですが、まあ、これがどうやってできたかっていうのを考えていくことです。でですね、はい。で、あと、例えば僕の分野は銀河形成っていうところですが、じゃあこういうのが、例えて言うならばこういうのがどうやってできたのか、どういう物理が効いてこういうのができたのかっていうのを考えていく、研究です。でですね、まあ、こういう分野なんですが、まあ、なかなかですね、いろんなことをやらなきゃいけないと大変ですね。でですね、我々の宇宙で、じゃあどうやって銀河ができていったかっていうのを、ちょっと模式図で簡単に説明させてもらいます。模式図、大体こんな感じでですね。でですね、まあ、我々の宇宙ですね、昔ビッグバンっていうのを経験しただろうというふうに思われます。で、その時の、まあ、名残みたいなものがですね、宇宙背景放射。左上にあるこうちょっとパターンがあれありますね。あれ温度揺らぎで、大体10万分の1ぐらいの温度の揺らぎがを見ています。で、こういう揺らぎに埋め込まれた情報から我々の宇宙がどういう宇宙であったか、どういう進化をするかっていう情報を引き出すことができます。でですね、そいつを使ってやるとですね、大体こんな感じになります。でですね、この揺らぎってちっちゃい、これ電波で見えてるんで通常の物質なんですが、これの揺らぎっていうのは非常にちっちゃい。そのまま重力的に成長すると構造は作れません。で、実はその影にあるダークマターっていうのがおそらく重要で、それが先に成長してですね、こここれ温度揺らぎなんですけど、このずっと前にですね、どんどん成長していってですね、そいつがですね、種となって天体を作るというふうに考えられています。で、そのダークマターっていうものが集まって重力ポテンシャルを作って、その中心にどん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 ガスが落ちてきます。
で最初は水素とヘリウムしかないんですが、まあ、それがどんどん落ちてきてやがてにつながって星を作ると。で、星を作るとこう、まあ、こうガスが集まっていって星を作って、で星を作るとその中でこの超新星爆発を起こして周りにエネルギーを出して、金属を出して我々の体にあるものっていうのは基本的には全部星の中で一度製造されたものです。なぜならば、ビッグバンニュークリオシンセス、からは初期にある宇宙にある物質は水素とヘリウムと少量のリチウムしかないというふうに考えられます。これはあの反応から分かる。なので、ここから先の我々の構造、この辺のものは全部スーパーノーバー経たもの。なかなかにわかに、自分で言っててもにわかに信じられない時あるんですけども、まあ、そういうことになってます。でですね、こういうふうに出て銀河が出てきます。でこういう銀河が集まってきてこう合体衝突とかしながらですね、こういうふうに最終的に銀河団っていうのが一番大きい天体です。現在我々の宇宙で自己重力的に塊を作っているもので一番大きいのは銀河団っていうので、太陽が大体10の15乗光年で集まった重さ。個別の銀河の中はですね、まあ、さっきちょっと話しましたが、ガスが冷えてですね、それが集まってですね、分子運動です。で、この冷える過程というのは電磁波でエネルギーを抜いていきます。で、そこからこう星を作ってですね、こう惑星系ができてですね、でですね、重たい星は最後にですね、超新星爆発を起こしていると、周りにこうエネルギーとですね、金属がばらまくと。そうすると、これがですね、一部は戻っていって、次の世代の星を作って、さらにまあ一部は銀河の外に飛び出していく。だからまあ多分我々の体はですね、その1世代じゃない、何世代か、そういう現象を経てからできているんです。例えばですね、あと、つい 2,3 年前のビッグニュースは、あの重力波が受かったという話がありました。で、去年はですね、その重力波源としてブラックホールじゃなくて、中性子星同士が合体してできたという。で、中性子星同士が合体した時にできる特別な元素っていうのがあります。それはユーロピウムとかバリウムとか、バリウムはユーロピウムはあまり関係ないかもしれませんが、バリウムはよく飲むので、皆さんご存知だと思うんですが、あれは中性子星同士が合体したものから来ているものが太陽系周辺だと半分ぐらいというふうに考えられる。バリウム飲むときは、あ、中性子星同士が合体したものを半分飲んでるんだなそういうふうに思っていただくと、まあ、大体いいかなと思って天体の進化というのは結構ですね、我々の体に生活に密接に関わっているというわけですね。でですね、でこれはですね、まあ、ざっくりお話しすると、重力で物が集まるというのが大事です。でその次にですね、まあ、今度はですね、ガスが集まってきます。これは流体力学で表現されるので、流体力学を使って自己重力流体です。で、さらにですね、星ができる、ガスが冷える、星ができる、で超新星爆発を起こす、こういうですね、いろんな物理過程が全部入ってくるので、基本的に、まあ、非常に強いですね、非線形現象になっていて、これはつまり手では解けないっていう話になります。解析的な扱いができないので、コンピューターを使わなきゃいけない。なので、我々、銀河系線の例とかですね、もうずっと昔からですね、天体シミュレーションをひたすらやっています。でですね、ちょっとストレージとの関係を言うとですね、我々が、ですね、こういうものを作ろうと思って、ね、銀河ができるとこうシミュレーションしようとするとですね、後でお見せします、具体例で見ると分かると思うんですが、どこに何できるかって基本的に事前に分かりません。なのでとにかく可能な限りいろんな時間のスナップショットを出して、で、それをそのたっぷり出したものを一生懸命後から解析していって、どうやってできたかっていうトラックを追っていかなきゃ。シミュレーションすると自動的に全部バーッと出てきて、こうなんかこれが銀河できるようです答えが出るわけじゃなくて、もう一回出して後から全部調べるというふうにやってます。なので基本的には大規模で高速なストレージが欲しいという理由がたくさんあります。これちょっとマイクロを飛ばしましょうか。で、ですね、これちょっとなんていうんでしょうかね、余談的な話ですがですね、これそういう天体シミュレーションですね、僕の知る限り、遡れた一番昔のシミュレーションです。1960年代のスウェーデンで行われた、銀河のシミュレーションです。でですね、これ、DESK で僕知りもしないで書いてるんですけども、一応この論文に書いてあってですね、こういうコンピューター使いましたと。でですね、この点がですね、116個使われてるんですけども、これで、メモリーリミットです。116×、座標と、まあ、2次元の座標なんでいいですね。で、まああと多分速度と加速度を重力的に解こうと思ったら必要になるので、まあ、そうすると 6×126 フローティングなんとかでもしないダブルがあって、まあ、多分まあフロートだと思うんですけども、メモリーリミット4次リングリミットで、1タイムステップ8メガイヤーって800万年で、1ステップ計算すると 7.5 分とかかかってですね、それでこうやって作られたやつが残っていて、こんなのってですね、円盤の中にあるんですね、こう微妙な密度のムラとあるですね、構造ができています。
ところをシミュレーションしている。で、このこんな昔からずっとシミュレーションやっててですね、あと今もやってるシミュレーションをいくつかお見せしたいと思います。これですね、これはですね、今千葉大の石山さんがですね行ったシミュレーションで、特にあの暗黒物質の重力的な集まりをコンピューターシミュレーションしたものです。我々の宇宙の中で物質としてはですね、暗黒物質の方が大体8割、7割、8割ぐらい占めてるんで、基本的にですね、粗く計算、近似をするってですね、宇宙に暗黒物質しかないという風にして計算することができます。で、それがこれで重力相互作用だけで解いています。ただし、高密度領域については、そこは議論ができるだろうと思って、いろいろ後ポストを設定処理します。石山さんにこれ聞いたらですね、この時のシミュレーションは、全部580スナップショットで、1スナップショット256ギガバイトで、トータルで 14.5 テラバイト。これ3年くらい前に行われたシミュレーションですが、スパコンサイトから自分のところに持ってくるだけでも結構しんどいのかなというふうに思います。で、伺ったところですね、今やってる一番新しいのは、512スナップショット、1スナップショットだったり16テラバイトでできて、861テラバイトを出しているそうです。どうやって解析したいのかちょっとわからないんですが、もし興味ありましたら、URL がありますので、自宅とかでも入れますので見てください。国立天文台で公開しているものです。ですね。こういうパターンが見えるのわかると思うんですが、パターンっていうのを観測と比較すると、我々の宇宙が、どういう成分でできているかっていうのを判断することができて、そういうパターンとかで、これは現在の観測、我々が知っている銀河の物質とかよく合うよっていうことは分かっている。でですね、この一個一個の塊が暗黒物質の集まり、ダークマターハローっていうので、この中で銀河ができるんですが、そのシミュレーションをちょっと説明します。これはですね、僕がですね、2003年か2004年って結構昔なんですが、にやったシミュレーションで、ちょっとだからそういう意味で DDN さんとまだ関わる前の話なんですが、銀河ができるところ一個に注目して、計算したものです。このもやっとした青い部分、これが全部ガスです。で、そのうち光っている点が見えるかと思うんですが、このうちですね、特に密度の高いガスからは星が生まれますよというところもモデル化します。溶けないので、実際に星ができるところは。で、そうやって行った計算で、当時は最大規模の計算でした。でもですね、当時最大規模なんですが、1330スナップショットで、169メガバイト、218ギガバイトぐらい。僕の携帯に入っているマイクロ SD に入っちゃうぐらいの距離ですね、今にしてみると、すごい、だいぶ違います。ただですね、今走らせている計算全部終わると20テラバイトになるので、ちゃんと時代が進むと容量も増えています。使う容量も増えています。で、この計算は1年間かけて、約1年間かけて、国立天文台当時のグレープっていう計算機を、グレファイルっていう計算機を使って行ったものですね。だからいろいろこうちっちゃいのが、我々宇宙ですね、標準的な理解だとちっちゃい物質が、ちっちゃい、銀河よりちっちゃいスケールで構造が生まれていて、それらが合体しながら成長する。で、この銀河も実際にちっちゃいものと合体しながら成長していく。で、後側から、外側からですね、ちょっと核運動量と言われるものなんですが、ちょっと回転の力の強いものが降ってくるので、そいつをベースにこう円盤ができてきて、その中で星が生まれると、きれいな円盤ができます。で、このモデルは残念ながら、形は一見きれいに見えるんですが、まだうまくいってないので、まだまだアップデートしなきゃいけない。これも見えます。で、最後はですね、これ僕の共同研究室の馬場君が行ったシミュレーションで、天の川銀河の、シミュレーションを行ったものですね。これ1個この光ってる点が星で、あともやっとして今赤いのありますよね。これは、H2 リージョンって言われますね。若い星がですね、エネルギーを出して周りのガスを加熱するようになります。その観測的にあります。それと同じものがこの赤いところがポチッとできます。で、これよく見ると腕構造に沿ってポチポチと赤いところがあるので、それは観測というふうに言ったものになります。で、なおですね、一言言っておきますと、これ星粒子という白い点で星粒子と言いましたが、計算中の星っていうのは本当の太陽とかはまだ分解できません。この計算の場合は大体1000個ぐらい、太陽が1000個ぐらい集まった集団を一つの計算要素だと思って計算しています。こちらもですね、アニメーションをダウンロードして見れますので、興味のある方は後でスライドを見て、URL を見てください。でですね、この計算は、2年か3年ぐらいも終わってるんですけども、ここでアニメーションの元にしたデータ自体は 2.5 テラバイトですね。大体この辺ですね、流体計算でもちろんいっぱい出したいんですけども、出してないっていうのと、あと計算時間、CPU 時間が結構リミットするので、なかなかバカスから書き出せてないところがあります。でですね、先ほど見たように、こういろんな行動ができてますね。
あれは後から調べない、どこにできるか分からないので、後から調べなきゃいけないので、基本的になるべく細かくたくさん出して、後で調べるというでした。ただし、スパコンサイトで計算すると、スパコンに弱くあるので、そこに書き出せるんですけども、そこに置きっぱなしにできないので、自分のところに持ってこなきゃいけないので、ある意味、自分のところにあるハードディスクはサイズリミットしてしまいます。で、ちょっとアニメーションをお見せしたので、ちょっと研究っぽい話をでですね、これ天の川銀河とは違うんですけども、金剛の、渦巻き銀河ですね、綺麗な形してますよね、腕っこ。で、基本的に腕っていうのは、こんな感じですよね。はい、なんかぐちゃぐちゃに巻いたやつはなんか綺麗な形してます。でですね、面白いのはですね、これ観測でですね、銀河の中心からの距離をとって縦軸にですね、回転する速度っていうのを見ます。これガスのドップラシフトみたいなやつで測ることができます。でそうしてみてやると、どのところでも大体同じぐらいの速度を持っているというフラットローテーションカーブっていうんですけども、そういう回転特徴を持っています。これですね、真ん中に銀河の中心があって、外側、もうちょっと外側に2つ星があって、同じ速度で回っていると何が起きるかっていうと、こんな感じですね。内側はぐるっと回ってしまうんですけども、外側はまだ半分しかいけませんよっていう。だから外側置いていかれます。でですね、先ほどの腕がですね、もしもですね、こう実際に物質があってこう回っているとすると、こう内がどんどん速いからどんどん回っていって外側を置いていかれてですね、くりきりきりきり巻いていってしまいます。こんな感じですね。だけども一番下みたいなやつはいないじゃないですかということで、これが巻き込みのジレンマで銀河の分野ではずっと言われている問題でした。で、よくこれはもう分かんないんで、アイデアとしてはこれはですね、実はあれはですね、物質実際に分布してるんじゃなくて、なんかこう水面に立ってる波みたいな波紋みたいなもんで、こうそういうものが残ってるんじゃないのかなっていう話をするのが、密度張り仮説っていうのがあるんですね。そういうのが、割とスタンダードで今も教科書に書かれてたりします。だから外側と内側で物質の流れは違うんだけども、物があってその腕構造に見えてるところがこう波が伝播していくみたいになっていて、いい感じになってるんだろうというアイデアです。ですね、実際シミュレーションしてみると実はそうでなかったっていう話がこれです。これは共同研究者の馬場君とやったやつですけども、見るの難しいんですがですね、腕を見るとですね、結局このシミュレーションは巻いてないんです。巻いてなくて、またパターンでもなくてですね、実は腕はこう置いてからちぎれるんです。ちぎれるんだけど、また後ろから来た別の腕がくっついてですね、また新しく腕を作るように見えるということで、大体どの時間でも腕が見えると、こうそういうふうになっているのかなというふうに思うところです。ただ我々ですね、このシミュレーションってカウンターついてますが、ギガイヤーとかでスケールなんですよ。ギガイヤって10億年なんで、皆さんがすごく長生きやったらこれ見れるんですけども、そうは、ね、ないので、これは分かんないわけですね。なかなかそれが辛くて、シミュレーションでいろいろ調べるわけです。これはですね、最近ガイアっていう衛星が上がってデータを出して、今年データリリース2があってですね、10億個の星の位置と距離、6次元情報を出しましたっていうやつなんですけども、これ順調に稼働しててですね、ものすごい量のデータを出していて、天の川銀河の円盤の一部の部分が見えるようになってきました。で、これちょっとマニアックな話なんですけども、ここにあるですね、パターンっていうのがあってですね、このパターンがああいうふうにこうちぎれてつながってっていうふうに腕が繰り返しこうできるっていうような状況にのシミュレーションとよく似た速度構造を持っているので、もしかしたらこれはその証拠かもしれないっていう話が研究とかでされています。でまだ決着はそんなついてないです。で、これシミュレーションの話だったんですが、ちょっとですね、望遠鏡の話、観測の方どうかなと思ってですね、知ってる人に聞いてみたんですね。ちょっとツイッターでさっき聞いてみたんですけども、そうするとですね、大体ですね、スワイ望遠鏡は毎晩 300GB 出しているそうです。で、LSS 機器今30メートル、スワイ望遠鏡8メートルですけど、次30メートル級作ろうとしていて、それ20テラバイトパーテイク。で、SKA という電波のこのやつがプロジェクト走ってるんですけど、こっちはですね、ペタバイトで、1日あたりペタバイトです。すごい量のデータが出てだから観測の方がちょっともっとデータが大きいですね。で観測は1回きりなので、その日その時間に撮れなかったイベントはもう二度と撮れないので、もうこれ全部撮っとかなきゃいけないんで、すごい量をとにかく撮っておかなきゃいけないというふうに思います。というのは現状で、あと最後ですね、リネーさんの要望みたいなのがあったらどうかというふうに秋元さんとは言われているんですね。はい、じゃあちょっと2つぐらい話すと思います。1つはですね、僕が管理してるんですけども、シャットダウン手続きとかね、ブートの手続き結構大変なので、なんかもうちょっと簡単にしてほしいっていうのがお願いです。法定電源があって、毎年1回キャンパス止めなきゃいけないんですよ。で僕は
僕は物理の学位を取った天文の研究者なんですけども、ラスターシャットダウンと起動しなきゃいけない。これなかなか大変なんですよ。でですね、いやはい。でですね、まあで年に1回なんですよ。毎週やってれば別にいいんですけど、年に1回なんていろいろ忘れるんですね。であのこちらの右側にあるやつはですね、DDN さんから買うとマニュアルもらえるものの一部なんですが、まあ、いっぱいあるんですね。EF3015、なんだろう。FF77 なんだろう。この辺とかなんだっけとかですね。でですね、まあ、シャットダウンしてるときに大体アームマウントするの忘れてですね、クライアントガンガン落としてしまうんですね。やっちゃったっていうふうになるんですね。まあ、別にいいんですけども、それぐらいで壊れはしないので。でもですね、なかなかブートシンテス理解するのは大変なんで、なんかこれですね、ボタン一つっていうのはあれですけど、スクリプトでやれるといいなっていう。ただですね、もしかしたら普通のサイトでは、研究者がこんなことはしないかもしれないんで、これはちょっと僕だけの予防かもしれません。だから、もし僕と今後ご縁があったら、そういうことを考えてもらえると嬉しいなと思います。ちなみに、前回なんかですね、やったときは 2.5 時間かかって、ちょっとだいぶ怪しかったっていう、言葉が出ています。もう一個はですね、まあ、すごく丈夫です。僕が天文台でもう10年以上使っていて、事故はないんですね。で地球生命研究所ではですね、ちょっと去年ありまして、まあ、そういうのがあって、ちょっとより堅牢なシステムになると嬉しいなっていう。構造としては、僕の理解が正しければ、メタデータっていうのがインデックスが取られていて、その下にオブジェクトデータっていうのがあって、メタデータはまさに目録ですね。で、計算モードはメタデータを見て、その実際のデータのところに行って、取っていくというふうになっているはずです。でですね、去年ですね、事故があってですね、まあ、悲しい事故があって、これはもうしょうがないことなんですけども、事故があってですね、で、うちの研究所では今ですね、週1回ですね、メタデータのバックアップを取ってますが、もしこれがですね、システムにあれば、事故の可能性が減るので嬉しいなと思います。で、事件のあらましを話しておきます。これは一応撮影 OK 撮ってるんで、写真撮っても何しても大丈夫だと思うんですけども、はい、事故がありました。去年ですね、その法定点検があったんですね。それで電源を落としましたと。で、立ち上げると起動しないと。これはスパコンしてる方が震えながら3時間か4時間かけてですね、立ち上がんないか困ったなと思って、その辺諦めて、DD のサポートさんにメールを書いたんですね。メタデータのシステムが立ち上がらんと。で、するとですね、もうメタデータのこのあまり見る機会ないと思うんですけども、クライアント見るとですね、こういうアプリから見るとですね、こういうのがあってですね、あまり見る機会ないので、ここ2つ赤ポチがついてるのはあってはならんことなんで、見ることはないんですけども、それを見ることがあります。ありました。で、要は何かっていうと、これですね、2個ずつペアでですね、ミラーリングして、それを束ねて、レイド1、0にしてた、0、1にしてたんですね。そのうちのですね、ペアになっているところの1台が最初にペケがついて、下にスペアがあったので、スペアが始まって、リビルドがしましたと。で、リビルド中に、まあ、わかりますよね。こいつが死にました。で、そうすると何が起きるかっていうと、はい、こういう悲しいことが起きるわけです。まあ、アクセスできない。で、メタデータ全部として、オブジェクトデータあるんで、シミュレーション結果とかあるんだけども、メタデータが死んでしまうと、アクセスできないと。でこれはもう、まあ、リセットかなと思って、4、5年分の研究所のデータ全部処理かなと思って、まあ、僕は窓管理者なので、そういう辛い話がありましたっていうのがあって、研究所全部英語でなので、英語で書くんですね。辛かったです。はい、ごめんよみんなとかっていう話をしてたんですけど、まあでも今調べてくれてるからって話をしててですね。でですね、それは最終的にうまくいきました。これすごい頑張ってもらってですね。リーダーさんも最終的にもう持って帰ってもらって、死んだ01をですね、調べてもらって、それぞれを読み出して、0をベースに1で不足を補うっていうの、結構、しかもレイドもですよ、これを、そういう超人的なことをやってくださってですね、トータルですごい数のファイルがあったので、たった406個のファイルを進めました。で、しかもこれ、基本的に僕らのシミュレーションデータで、まあ、論文書いてしまえば、まあ、一部なくなってもいいんですよ。なので、全然大丈夫で、かつですね、406のですね、半分は僕のデータとかって全然いただくしかもちゃんと論文を書き終わってたんですだからもう全然痛くない、これ。すごくね、良かったです。はい、再構築が成功して、たった10日でですね、運用開始という、結構事故の規模大きかったと思うんですけども、たった10日で運用再開できました。で、これがあったので、一応メタデータの方のバックアップをですね、我々の方では毎週取ってやる。これもしこういう形のものがシステムになっていれば嬉しいし、まあ、多分これバージョンアップすると製品変わると思うので、こういうふうに製品変わると思うので、これとはまた違う形の安全性が来るかと思います。まあ、
リスクは必ず事故はあるんで、それ自体はもう全然どうしようもないことで、ただ自分も去年これとは別にですね、10テラぐらいの自分の計算データとかソースコード全部消しちゃったことあるんで、まあそういうもんです。でも、こういうふうに非常によく対応してくださったので、まあ、非常にありがたかったのと、まあ、より安定になると嬉しいなと思います。で、以上の答えですが、リニアの皆さん、ありがとうございました。本当に保守契約入っててよかったです。で、特に西澤さんにはですね、すごいお世話になってですね、もう窓口でずっと、10日間ずっとメールでやり取りさせてもらってですね、これ解決したんで、まあ、すごいハッピーでした。で、まとめはこれですが、もう十分時間を越してしまいましたので、見せるだけ来てもらいたいと思います。ありがとうございました。